はい、スカルのね、レベル10、何回か挑戦してるんですけど、めっちゃめちゃむずいっすね。で、ちょっとね、どうも方向性が違うんじゃないかっていうことで、今まで試してなかったやつをやろうと思って、今回は、それを挑戦してます。具体的にはですね、攻撃力を上げるとかじゃなくて、スキルで倒す。で、それがね、この、なんだっけな、生物じゃねえや、この右か、マナの循環ってやつなんですけど、見せてくれへんな。これじゃない。ちなみにね、この左の生物と、さっき言ったマナの循環のどっちかを、4つ、碑文をね、4つ集めて、4段階目の強化まで行って、それで、どれぐらい通用するかっていうのを試してみようかなっていうのを、テーマとして今回は始めます。でね、相変わらず初めはなかなか自分自身が弱いので、ウィザードでね、離れてチクチク作戦ですよ。チキン戦法ですよ。実際この辺はね、もう何て言うんだろう、もうちょっと一発食らっただけでこっちがね、ガタ減りするんで、まあでもガタ減りってほどは減ってないか。まあとにかくでも、ちょっとの油断ですぐね、ボコボコボコっと食らってね、もう、なんだろう、体力半分とかになっちゃうんで、とにかく、もう離れて、魔法で攻撃するっていう感じで、いつもやってます。時間かかるんですけどね、このチクチクでやると。でも、これでやる方が一応安定はするので、そうですね。どんなもんだろう。ステージ1クリアするのに、何分ぐらいかけてるかな。まあ、なるべくね、この辺、あれですよと、こんな感じでやってますっていうのもね、毎回、ステージ1とかステージ2を結構残してるんですけど、そしてね、これ最初の宝箱でね、なんかいきなりこのレジェンダリーアイテムがポンポンと3つ出てくれて。で、絶対、対指はこの恐怖の鎧っていうやつもね、攻撃力が50上がるんでいいかなと思ったんですけど、なぜ今回は攻撃力を上げるっていうのがテーマじゃないので、絶対指輪を取りました。そして最初のショップね、最初のショップで、これはね、骨董品がついてるので今の手を取りましたけど、体力増えていけばね、攻撃力自体も120ぐらいまで上がるんで、なかなかの一品です。そして、宝箱の碑文を取りまして、で、とにかく体力は上げて損がないので、体力もどんどん上げていこうっていうことで、最初のね、ショップで、精髄を買いましたよ。このひっつき虫ね。でもね、実際このひっつき虫って、ひっつけた相手のダメージが30%増幅するんですよね。増幅なんで、いわゆる掛け算のやつです。3割増しになるんで、あれ、これ意外と使えんじゃねえかなっていうことでね、今回割とこのひっつき虫をずっと後の方まで引っ張って使います。んで、これ早速もうね、2回目のショップですけど、これ何取ったっけ？今の取ったか。宝箱と、マナの循環と、で、生物。この辺を、まあ、できれば4にしたいなと。まあ、全部は無理にしても、生物かマナの循環はとにかく1回どっちかをね、4まで、持っていきたいなと思ってやってます。で、お金に関しては、以前はね、この物理攻撃力が上がるやつをとにかく買って、だからなんだ、何があったっけ、勇気と、武具、あとね、クリティカルとかが上がる暗鬼とか、暗鬼やったっけ？まあ、てか、その辺をね、なるべく買い集めてたんですけど、今回はもうそれはもうしません。で、なんだかんだでもうステージ1のボスですね。一応ね、最初の、なんていうの？なるべく離れて攻撃する用のウィザードで、まあ、いつもね、ステージ2の途中ぐらいでもウィザードは使わなくなるんですけど、じゃあなんで最初からグールを使わないんだと。グールが、骨30上げて、1段階、なんていうの？レベルアップ
しないと体力回復が使えないんですよね。体力回復が使えないグールはただ のでかくて呪い、攻撃の遅い、ただの本当に使えないパワータイプみたいなキャラなので、特にねこいつのねこの攻撃、この紫の大きい玉、これがね結構ダメージ食らうんですよね。パワータイプにしちゃうとダッシュが1回しかできないので、なんだろう、あれが避けにくいんですよね、あの紫の玉が。ここでもね割と食らっちゃうんで、ちなみにねあと残り体力30、あー残り体力4、やばいよ、いける、いけんの、大丈夫なのっていう感じでね、まあもうあかんかったあかんかったでもうやめようっていう感じでやってるんですけど、ああなんとか間に合いましたね。最後地面叩きつけの攻撃の予兆が見えたんで、あれ倒しきれなかったら危なかったですね。でここね、ボス倒した後マナの循環が入ってるんで、まあこの普段あんま取らないんですけど長老エントの恩返し、これ取るとバリアが、50分つくんだったかな。でそのバリアが残ってるうちは、物理魔法ともに攻撃力がなんか 50% 増加しますみたいなやつで、でバリアが切れた後どうなるんだってことなんですけど、バリア切れたら物理と魔法両方が、15% だったかな、永続で 15% 上がるってやつが残るんで、まあ完全にゴミになるわけではないです。はい、であんまり説明してなかったんですけど、早い段階でね宝箱が4に上げてます。だから初っ端からどんどん敵倒した時にねでっかい宝箱が出てます。でねここで何取るかなんですけど、今このフォーカス当ててるのは信仰心ってやつなんですけど、これはいわゆる回復量が増える、グールは回復させてなんぼっていうとこがあるんで、あれで回復量増やせるならあれを取っとくのはいいかなっていう考えですね。でねこの魂の一撃、今フォーカスされてるこれはスキルのダメージを増やせるので、今回ねスキルで攻撃していこうっていう考えでやってるんで、これは上げた方がいいかなと思いながらも、ね2秒なんていうの連続で使えないんですよね。2秒経たないと効果が発揮しないとかなんで、じゃあいいかっていうことで単純に最大体力が増えるスーパービーを取りましたよと。であとはまあいつものね鉄板のやつと、近くにいる敵へのダメージが増えるっていうやつを取りました。はい、で、ステージ2の始まりのところで、このグールをね骨30捧げて、一応ワンランク上にグールをグールにしましたよと。これでね回復が使えるようになるので、はい、で、これがねスキルをスキルのなんていうのスキルの回復スピードとかパワーとかを高めた、状態のグールです。実際に物理攻撃力を上げるっていうことには本当に今回重点を置いてないので、それらが単純に増えるアイテムはもうほとんど買ってないです。本当にねスキルのねクールダウンスピードが上がるとか、その何そのそもそもそのマナの循環を4つ取りたいっていうのもスキルのダメージが30%やったかな、 30% 増幅するっていうやつなんで、それを試そうっていうことですね。はい、でこのねサブイベントみたいなやつ無視してもよかったんやけど、まあいっかっていうことで始めましたけどね、なんだろう、あこれは簡単だなと、まあ、ステージ2やからっていうのはあるかもしんないけど、割とねこのスキル連発で簡単に倒せてるから、あやっぱりこの路線いいかもなーっていう風にこの頃にも、手応えを感じてましたね。はい、でこの時のね報酬がね骨何本やったっけ、10何個か15、6回やったかなしか上がらなかったんで、まああんまり美味しくなかったなーっていう。でショップまたショップですけど、これはね家宝とマナの循環がついてるやつなので今のを取りました。家宝もねできたらやっぱり2つは取ってね1個一発無敵はつけたいところなんで、でねまあ体力回復の食事はもちろん買いまして、
で、アイテムの品揃えがあんまり良くなかったので、また再入荷しましたよと。で、今のはね、家宝ついてたんで、やっぱり取っときたいよね、っていうことで、まあ、これは買いましたよと。これで貨幣が家宝2つになりましたよと。で、ここでね、もう1個、碑文のね、刻印買ってなかったんですけど、マナの循環を買うと、このようにマナも4つになるので、あ、これはいいねと。これで、このグールの、スキル敵に与えるダメージが 30% 増幅しますよと。だからさっきまでよりさらにこのスキルは単純にダメージがアップしてる、強くなってるっていうことですね。で、その威力を見ようっていう感じなんですけど、まあでもちょっと分かりにくいかな、このね、このあれなんていう名前だっけ、目の前にこうブワーッと渦出して吸い込むやつ、あれ使いやすいですよね。あとはね、この大きいナタを目の前にダーンって振り下ろすやつが使い勝手がいいんですけど、まあそれがなくて、なんかこのジャンプしてドスーンと落ちるやつなんで、使いにくいっちゃ使いにくいんですよね。まあまあでもええかと。スキル交換できる捕虜を捕まえたらね、まあ捕虜っていうか僧侶やったっけ、まあ要はお仲間ですよ。お仲間を助けたらね、お金払ってスキルを交換してもらうことができるんですけど、まあそいつもね、出てくるかどうかわかんないんで、まあいいやと。最近はほとんどもう最初からあるスキルをずっと使うっていうやり方をしてますね。で、中ボスを倒して、あ、ここでね、骨がこの精髄取って、まあ、要は壊して体力を増やすかっていうのを考えてるんですけど、この後に荒くねさんがいるじゃないですか。で、荒くねさんに骨15で何かをね、1つ増やせるっていうことで、だからね、60あったら、4段階増やせるから、まあ、じゃあもうそれでいいかっていうことで、さっきのところはもう精髄を取って最大体力を増やしましたね。なんかわけのわからん呪文を唱えてるようなことでしたけど、まあやってる人にはわかりますよね、この説明で、きっと。で、今のところでもう純粋に最大体力だけをまずは増やしていこうっていう感じで体力を上げましたよと。だからこれでね、マックスヒットポイントが396ですと。で、もうさっきも言ったように、このスキル、基本的にはもうスキルを、スキルのリキャストが溜まったらさっさと使ってスキルを使う。で、スキルが溜まるまでは普通に通常攻撃をするっていう感じですね。ここも、おお、敵が行さん出てきましたよ。特別攻撃力は上げてないんですよ。それを上げるようなアイテムは取ってないんですけど、スキルをとにかく使いまくってるだけで、もうガン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 倒せていってる。なかなかいいでしょう。で、今ね、アイテム出たじゃないですか。まあ、いらんやつやから、まあ、潰しましたけど、大きい宝箱からは、アイテムとか骨もガンガン出てくれるんで、骨を貯めるっていうことでも、でっかい宝箱が出る。まあ、つまり、極印4つ持ってればってことなんですけど、やっぱりいいですよね。で、今はね、これ、攻撃力が 50% 増えるからじゃなくて、最大体力が30増えるから欲しいなと思ってるんですよ。で、それとこれセットやったら、まあ、武具が2つになるから、まあ、どうせやったらやっぱりそれにしとこうかなっていうことで、今の剣も取りましたね。これで買うよね。剣を先に買ったのは、剣買った後お金を使うと攻撃力が増えていくので、じゃあ両方買うんやったら剣の方から先買おうねっていうだけのことです。これ攻撃速度を上げときましょうと。で、再びね、このスキルでガンガンいきます。とで、ステージ2のボスですね。まあ特別変わったことはありません。ひっつき虫投げて、まあさっきひっつかなかったですけどね、ひっつき虫投げてスキルが溜まってたらスキルを2個とも使う。まあそれだけですね。もう作戦、まあ作戦もクソもないです。まああえて言うとしたら、この2人いるうちの片方、まあできるならですけどね、片方集中して倒すか、ある程度まんべんなく倒す、まんべんなくダメージを与えとくかっていうぐらいなんですけど、
あんまりね、今出てきてるやつがどっちのやつやっていうのがもうよくわかんないんで、基本僕はもうそこはもう気にせずやってます。結果的に片方にだけ集中してダメージが入ることもあれば、その時によってはなんかまんべんなくね、どっちも散らしてっていう時もあって、まあだから本当気にしてないです。どうなってもそれはたまたまそうなってるっていうだけですね。でこれにこのパワーアップ、1人残して残った方がパワーアップした状態の時は、戦いにくいとも言えるし、戦いやすいとも言えるし、まあ結局わかんないですね。でこの時もね、なんつうんだろうな、やっぱり火力が低いと、かなり苦戦するんですけど、まあやっぱりスキルのダメージが結構入ってるのかな。はい、倒しましたよと。でこの後のいつものねこの闇の鏡なんですけど、もう今回4つとも取ってるんで、どれをパワーアップさせていくかなんですけど、石を6個しか持ってなくて、434なんですよ。この何、一番右のやつは3個で、一番左のやつも3個で、体力を増やすスーパーベビーは4個いるんですよね。まあじゃあもうその4個のやつは置いといて、3のやつを2個で6個使い切ろうかっていう感じで増やしたんですけど、体力はね、やっぱ大いに越したことはないんですけど、やっぱりほらここでね、この後に控えてるこの荒船さんにね、骨を捧げて、これで最大体力を増やすっていうことができるんで、まあやっぱりそれがでかいですよね。まあそしてこのフリーザー。フリーザーがね、やっぱなんだろうな、めちゃめちゃめんどくさいというかね、このフリーザのね、ビーム飛ばすやつは、そんな、そうそう、これ、このね、なんかファンネルみたいなやつがね、めちゃめちゃ、かわしにくいんですよね。かわしにくいっていうか、あれ、かわせないですよね。はい。で、またね、ショップの中で何買うかですけど、ここは、このね、今のを、潰して骨を取るために取りましたよと。あ、これいいですよね。ここでまずさっき取ったばっかりの、こいつを潰して、はい、早速骨を23ゲットみたいなね。瓶に入ってる骨の頭が出てくるやつも金余ってたら買って、で何でもいいんですよ。骨を潰して骨を取るために買うって感じ。はい。でまたね、フリーザーですよ。フリーザーよりね、今に関してはこの白フード2人、こいつをなんか化け物召喚されるまでに倒さないとダメで、やっぱそれが先決ですよね。そっちを優先してたんで、もうフリーザーの攻撃はもう全然もうええようにやられてるって感じ。ところがグールの能力でね、やっぱ体力回復できるから、やっぱりだいぶいいですよね。あんまり考えなしでも結構進めていけるというか。てかそうじゃなかったら、この体力回復じゃなかったら、もっとレベル10難しいと思うんですよね。でステージ3の中ボス3人ですけど、ここもね、基本的にはこの狩人がいる場合は僕は最初に狩人を倒すように動いてます。まあ、なるべくね、他のやつらを巻き込んでまとめてスキルの攻撃を当てたいなとは思ってるんですけど、とにかくこの狩人の、なんだろう、狩人から目を離すとね、なんかもう遠くからなんか矢がボン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 飛んできて結構ダメージ食らうんで、上に飛んでるやつはまあほっといてもまあ大丈夫かなと。あんまり痛い攻撃がないのでね。でもこの戦士に関してはもういいやって感じで、これで倒しましたねと。結局ね、スキルをバン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 連発してるだけで、3匹いると何かしらね、まとめて攻撃を当てれてるんで、だいぶ早く倒せましたねと。でここでね、骨100個あるんで、グールを骨100個上げてもう1段階最高レベルにバージョンアップ、レベルアップさせるか、それかこの祭壇に骨を捧げる方に使うかを迷って、祭壇に全部骨を捧げました。体力はもう10段階全部増やしたんで、あとはまあ攻撃か、
攻撃力か、攻撃速度を上げるかっていうことなんですけど、攻撃速度に関しては今回スキルをバンバン使うっていうコンセプトでやってるじゃないですか。だから通常攻撃の攻撃速度はそんなにこだわらなくてもいいのかなっていうのと、最初に絶対指輪を取ってるので、あれでねそもそもの素の攻撃力がだいぶ上がってるから、まあ攻撃速度よりも単純にここは攻撃力を上げとくかっていうことを優先しましたね。ただスキルのダメージが物理攻撃力とかを上げると、それによってもダメージ上がってるかどうかっていうのは、すいません僕は知らないです。まあでも多分上がってんだろうなって感じでやってます。で早速またショップなんですけど、とにかくねお金があるうちは精髄を買って、精髄を潰して最大体力を増やす、でこういうところでああいうのも出るんで最大体力を増やす、骨も買って、どんどん骨も増やす、もうアイテムを買うっていうよりかはああいう自分の強化できるものをどんどん買ってるって感じですね。実際ね攻撃力を上げるアイテムを、そんなに買わない、集めないってなったら、意外とねアイテムのアイテムショップで買うアイテムないなっていうのに気づいて、あじゃあその分余計に他のところにお金を回せるなっていうことですね。はい、で一応ねここがね、ここどうなったかな、あいつは出てくるんですよね。このロボットを倒した後ぐらいに、あいつはなんていうの、この上に出てきたあいつね、こいつもロボットでいいのかな、こいつめちゃくちゃしよるからね、あれこれやばいんじゃないのって思いながら、まあでもこれもとにかくねもうダメージ食らう覚悟でとにかく早く倒さないと、もうこいつに暴れられたらもうそれだけでえらいことになるんで、ガン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 やってますよ。でやっぱりグールでね体力回復できるから、それで助かっていくと、そうじゃなかったらもうおだぶつですよね。はい、で最後のね自爆ダメージも半端じゃないからね、はい倒せました。でステージ3のボスです。ここに関しては、ちょっと評価は分かんないです。そんなに時間かかったなっていうほどではないんですけど、速攻倒せたなっていう感じでもないので、でこの辺ねやっぱりレベル10になってくると、やっぱちゃんと相手の攻撃避けなあかんなっていうのもあって、南部グールで回復できるといっても、このね上から降ってくるあれ何なんでしょうね、なんか変なヘドロみたいなの垂れてくるじゃないですか、あれとかね、なんか気づいたら後ろにねザコがいっぱい湧いてて、それもバン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 気づいたら攻撃食らってるとかになるんで、最初の頃はねもうとにかくもう避けずに速攻倒すぜっていう感じでやってたら、もうすっごいダメージ食らうようになって、レベルが上がってくるとね、だからこの辺になるとやっぱりもうちゃんと避けた方がいいよね、まあ当たり前のことを言ってますけどね、避けた方がいいのは避けた方がいいんですよそりゃ。でそろそろ倒せるかな。ひっつき虫がねどこにひっついてるのかちょっとよく見えないですけど、一応ひっつけてます。でスキルを使って、スキルが溜まるまでは一応近づいて殴ってっていう感じですね。でもどうでしょうね、実際これねグールでこの体力回復してっていうのができるからやれてるけど、多分ねグールじゃなかったら今回もねまだレベル10クリアできてなかったんじゃないかな。で、闇の力ですね、今回は石が7個あるので、そうか4と5やからもうどれか1個しか、増やせないなと。多分この一番右のやつを増やした気がします。ダメージが上がるからね、近い敵に与えるダメージが増えるやから、これは物理攻撃だけじゃなくて、物理攻撃っていうかその通常殴りだけじゃなくて、スキルで与えてるダメージも近かったら増えてるはずです。はい、でこれね、ここで骨137あるんで、さすがにここは骨100捧げて、
ね、グウールをグウールにしとこうって感じで、はい、しますね。これでレベルを上げて、で37のコルから、2段階まだ骨を捧げれますね。ね、10段階3つなんで、全部最高までこれ捧げようと思ったら骨450いるんですよね、なかなかちょっとしんどそうな数字でしょう。でしかも骨100、骨30と骨100で自分をレベルアップするのに必要なんで、だから全部で580いるのかな、すっげえいるじゃんと。ちなみにね、ここね、下におるやつと上におるやつ、ちょっと足見えてるでしょ。上におるやつをね、先倒すべきでしたね。上におるやつが壁とか床を貫通して弾を撃ってくるやつで、下のやつに手こずってるうちにね、結構今ダメージ食らっちゃってるんですよ。でここはまあもうなんか敵が多いだけというか、とかね思ってるとね、あれあれと、結構ダメージ食らってるぞと、やばいんじゃないと。で実際、まあこれもうステージ4ですけど、この後ね大ピンチになります。もうぶっちゃけ諦めました。これは無理かなーって感じで、あ、無理かなーっていうかね、1回復活権を持ったままやっぱラスボスまで行きたいわけじゃないですか。勇者のとこね、勇者のとこまではせめて1回復活権を持っていきたいわけじゃないですか。けどこいつですよ、このステージ上の中ボスね、こいつを倒した後にね、回復ポーションを全然出してくれなかったんですよね。そのせいで一気に大ピンチになるんですよ。まあとりあえずこいつはね、まあそれはもう後のことなんで、倒した後のことなんで、とりあえずまずは普通に戦って、まあ、倒すしかないんですけど、結構こいつは強かったですね。あんまりなんだろう、結構ダメージ食らってるなって思いながら、だから本当にね、もうスキルが溜まるまでちょっと離れた方がいいかなとか思いながら、ちょっと、安全志向で戦ってます。そしてね、ひっつき虫がもう思うようにひっついてくれないんですよね。ひっつき虫ってさ、目の前におる敵にひっつけるの結構難しいんですよ。このちょっと山なりにこうピョンって投げる形になるんで、1目目のボスみたいにめっちゃでっかい相手とかやったらもう気にせず目の前でポンと投げるだけでいいんですけど、自分と同じぐらいのサイズのやつやと、今みたいな感じでね、投げた頃にはもう相手はそこにいませんみたいな、まあ所詮やっぱりひっつき虫はひっつき虫やなっていう感じですかね。まあだからね、そろそろ何かいい精髄が出たらそっちにくら替えしようと思ってたんですけど、いいのが出ないままここまで来ちゃったって感じですね。でもうすぐ倒すかな。今残り体力83でしょ。もうちょっと減るかも。どうやったっけ。倒せそうやな。あ、倒せました。でね、まあちょっともう飛ばしましたけど、だから体力回復ポーション出してくれなかったんですよ。でここでさ、もうここで回復はできないので、最大体力増やす骨積む時に今の体力もちょっと増えていくんですけど、なんせもうね、最大までやってたからここで体力回復することもできなくて、とりあえず持ってる骨全部ねここでも使うんですけど、攻撃力と体力と最大体力と、はもうマックスになってますと。で攻撃速度上げましたよと。でこっからとにかく次のショップまで生き延びないとダメなんですよ。残り体力85で、ナンボグールで回復できるとはいえ、厳しい戦いが。でさっきも言ったように一応1回復活できるからゲームオーバーにはならないんだけども、でも
やっぱりここで1回復活券を使うのはあまりにももったいないなと、せっかくいい感じで来れてたのに。でね、まあ見ててヒヤヒヤしながら、自分もねあんまりも覚えてないんよね、割と必死にやってたから。華麗にかわしてるだけじゃなくて、本当にね偶然の産物とかも重なってるんで、このねこの赤玉出すあいつがもうめっちゃめちゃ腹立つんよね。なんかふわ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 浮いてるしさ、でせめてあの何あの浮いてる本体、あの本体倒したら赤玉消えてくれたらいいのに消えないんですよね。でそもそも今本体って言いましたけど、この浮いてるやつも本体じゃなくて、この天井ね、まあ、上からしたら床ですけど、この上におるでっかいやつがこのあのふわふわ浮いてくるやつを何回でも吐き出しおるんですよ。だから上におるやつを倒さないとずっとこれ出てくるのね、うん、で今ねあいつが出してくれたあのバリア40張るバリアを取って、なんとかこれで耐えるかなっていうことではあるんですが、この赤玉地獄ですよ。ムキーって思いながらやってますよ、この時ね。体力41とバリア34。はい。で、次ね。ここもね、どうやったっけ？いや、なんかもうちょっともう、喋りっぱしで喉乾いてきたから、ちょっとしばらく黙っとくね。って感じで、まあしばらくしてあいつらはね息切れするっていうのは分かってるんで離れましたけどね、うん、バリアがおそらくもうすぐね剥がされちゃいますよこいつに。違かったっけ、あ違うな、やりいったね。 そしてちょっと体力回復したね、いけんじゃないこれ。ほんまにちょっともう細かいとか覚えてないな。自分でも思うもんね、ようやってるなって。まあでもバリア剥がされましたよと。何気にあの下床張ってる黄色いあれもね、なんやねんこれって思いながら。あーまた左に敵残ってたのって感じでね。でも完全にバリアはなくなって、残り体力49。あまた出てくんのって感じでね。ちょっとずつでもあのヒットポイントを10回復する弾とかもねきっとあの落としてくれてるんですよ敵が。まあそれでちょっとずつちょっとずつね、あの回復してはやられ、回復してはやられみたいなこともあると思うんですよ、うん、でここで、あーそっか、これねどうしよっかなと思ったんですけどね、やっぱこの壺は欲しいなと。なぜかっていうと宝と骨董品でしょ、刻印が。っていうことは持ってるやつの刻印を変えずにあのアイテムを増やせるんですよ。増やせるというかそのアイテムを交換できるんですよ。でさすがにね壺はだいぶ攻撃力が増えるんで、うん、今のは取りましたね。でも残り体力は58のまま。さあ実際ねステージ3のフリーザとかロボットが出てくるあたりとステージ4のこの辺の中盤から終盤にかけてのもうやったらザコが出てくる道中がやっぱり難易度激高ですよね。
ここをノーダメージでやり過ごすっていうのは基本無理やと思うんですよ、うん、だから本当に何でしょうね、防御的なアイテムを取っとくか、うん、それか本当にもう圧倒的な火力で瞬殺するかとか、もそんな感じなのかな。でも瞬殺するって言っても限界あるからね、今ね、ね、あの足元に 赤玉が残っててね、やられちゃったんですよ、もったいない。なんとか65で耐えてるね。上からも降ってくるしさ、とにかくあの赤玉打つやつを吐いてくるあのでっかいやつを早く倒したいんですよ。じゃないと赤玉地獄になるから。いけてるね。けどこの上にも赤玉吐くやつがおるんかな。あ、やっぱおったね。あいつを倒さん限りもうずーっと吐かれるから、もうここはもうえいやーっとね突っ込んでなんとか倒せましたよ。そしてお、いいね、やっぱこのグールで体力回復できる強みが出てますね、うん、そしてやりました、ショップまでたどり着けました、なんとか復活。一番やばかった時40ぐらいまでいったかな。ここはショップで、あ、これね、宝物とマナー、このアイテム自体は別にそんないらないんですよ。刻印が宝物とマナー の循環やったんで、これを取るとマナーと宝物が5になるじゃないですか。っていうことは、あの刻印買ったやつを1個減らせるんですよね。っていうことはどういうことかというと、他のやつを2にできるんですよ。うん。ちょっと分かりにくいかもしれないけど、あの処刑を2にしたいなってずっと思ってたんですよね。なぜかというと、処刑の刻印を2にすると、あのそれもスキルのダメージを増やすっていう効果があるからなんですよね。あとはね、何増やしたっけ、今処刑と何増やした、処刑と血統を増やしたのかな。まあでもあのそういう狙いで今やってました。で、ステージを残すね。ここは、まあ、これもね、別に、まあ、これといって何もないんですけど、まあ、あの、なるべくダメージを食らわないようにっていうのだけ心がけてるんですけど、なぜなら、この後もステージ5っていうか、もうね、あの勇者と戦うだけの面じゃないですか、ステージ5って。ところが、ここでダメージ食らいすぎて、で、ステージ5の最初のショップに入ったときに、回復の食事の回復パーセントが低いやつしか出ない時があるんですよね。それやと体力がね、マックスまで回復できないんですよ、うん、それがなかなか寒いでしょ。せっかく最大体力を、ね、550とかまで上げてんのに、なのに体力が例えば300とか400までしか戻せませんでしたやったら、なんかあんまり意味がないので、だからそこはね、やっぱちょっと心がけてはいるんですが、ところがね、4面目のボスもね、第2形態のね、相手の、なんていうの？どんな攻撃をしてくるかと、相手がどこに現れるかっていうのが結構運要素なので、なかなかね、それによっては苦労するんですよ。で、今回割と苦労したと思うんですね、ここで。で、速攻消えるでしょ、真ん中から。で、なんかね、微妙に嫌な感じのところに浮いとるんですよ。で、このふわふわ弾打ってくるでしょ、うん、これがね、ほんまにレベル3とかレベル4ぐらいやったら、もうこんなダメージ無視して速攻倒すっていうやり方ができるんですけど、それがなかなかね、そういう風にはいかないと思うか。半分ぐらいかな。何気にね、ひっつき虫やっぱり早く他の変えときたかったですよね。まあいいのが出なかったからしょうがなかったんですけど、
ここで相手が近くにいないときにダメージを与えれる精髄を持ってればもうちょっと楽に倒せたかもしれない。で一応倒してここでね確かいい精髄出るんです。あ、影の騎士団か、これに変えて、でショップにって感じですね。この闇の力に関してはもうもうね全部パワーアップしましたよっていう状態です。でここでね持ってる骨全部吐き出しますと。だから攻撃速度もマックスになるね、まあ、骨が余るぐらいでしたよと。はい、でショップ、ここでね良かったです。 35% の食事だったんで最大まで回復できました。でお金上のやつでさらに体力増やしたかな、うん、そうですね。はい、でこれでいよいよ勇者戦を残すのみです。でね、この状態で物理攻撃力が900、まあ、魔法攻撃力はまあまあ関係ないけど615、攻撃速度280、速いな。スキルのクールダウンスピードが340ですね、うん、で物理攻撃力をとにかく持って持ってってやった時ね、それこそ1100とか1200とかいけた時とかでももうね勇者、正直勇者までは来れるんですよ。でも勇者がとにかく硬くて、全然減らせないんですよね。これだけ攻撃力持ってもダメなんやったら多分おそらくこれは違うなと、方向性が違うんだなって思って、それこそねこの動画の冒頭にも言いましたけど、ちょっとスキルを高める方をやってみようかっていう動画やったんですけど、まあ、実際ねそれがまあやっぱり功を奏したというか、で実際ねもっとガンガンに攻めてもよかったんですけど、まあ、やっぱちょっと様子見ながらなるべくやっぱりダメージはもらわないようにっていうのを心がけて戦ってます。だから本当は割と慎重にというか、うん、でそうですね、実際普通に殴どんだけ速いスピードで殴ってもさ、通常の殴りでダメージを与えるのとスキルで連続でこうバンバンバンバーンとね4桁ダメージとかが入ったらやっぱりそっちの方が、うん、そのねDPS っていうんですか、同じ短い時間の間でどれだけ相手にダメージを食らわせれるかっていうのを見るとやっぱりそっちの方が効率がいいのかなと、うん、ってなってくるとそういうことね、レベル3、4、5、6あたりとかでもひょっとすると、うん、攻撃力を上げるっていうことじゃなくて、いやいやスキルだぜと、スキルを高めればよかったんだぜ、そしたらもっと楽勝だったんだぜっていうことかもしんない、うん、まあそっちはまあ試してみると分からんけどね、なんせそのやり方をやってなかったからその時は、でこのブワーッと画面いっぱいに走ってるのが影の騎士団です。あれね、見にくくなるから本当はあんま好きじゃないんやけど、やっぱりダメージは結構入ってますね、はい、でこの第2形態、勇者の第2形態も、まあなるべく安全にというかあんまりこう攻めずにダメージ覚悟で突撃みたいなことはなるべくしないでおこうっていう感じで戦ってます。だからさっき言ったように慎重にって感じですね。だからもうちょっと本当にガツガツいけば、まあ結果論ですけどね、ガツガツいけば、うん、もうちょっと楽に倒せたかもしれない。まあでも分かんないねそこはね、あ、一応言っときますけど1回復活券はここで使います。まあだから死んじゃうよっていうところで確かどっかで死んでます1回ね。でそうね、まあ慎重にとかって言ってるけど、でも確かね3回ぐらい掴まれて吸われてるよね。これ1回目ね、体力吸われましたよと、うん、慎重にって言ってるんやったらね、体力吸う攻撃はそれこそ一番避けなさいよと、
交わしなさいよって感じなんですけど、まあでもね、言うはやすしですよ。実際ね、やるのはむずいんだぜって、この辺で一回死ぬんだったかな。あ、これで死ぬんだな。はい、で復活しましたよーと。あと3分の1ぐらいかな、敵の体力は。この時はね、まだそんなに焦ってないから、まだいけるって感じでやってますね。でこの後確かね、もう一回掴まれて座れるやつが来るはずなんですよ。あ、これね、あ、これじゃないか、この次ぐらいかな。あれ、これもう倒すじゃん、倒せるじゃんって感じでしょ。で座れちゃいます。うん、今の2回目の座れね。確かね、もう一回座れたんちゃうかったかな。どうやったかな、これで倒したんやったかな。でもほんまにもうやばいよね。あ、これで多分倒せたか。はい、倒せました。よかったよかった。そうか、2回しか座れてなかったか。で一応ね、ここで勇者は倒したので、おそらくこれで帰ってもレベル10も、あの、ここで帰ってもクリアっていう扱いにはなると思うんです。左が帰る方ね、で右が進む方ね。でまあさすがに進みましたよ、やっぱりレベル10ね、やっぱり皇帝まで倒してこそでしょっていう皆さんの声が聞こえてきたので、でここで宝箱を4にしてきた甲斐がありましたよと。で宝箱4をアップグレードして、これね、前もね、これ一回動画出したと思うけど、前の時は攻撃力が上がるやつを取ったんですけど、今回はまあやっぱりね、一回復活権がなくなってるっていうのもあって、やっぱり無敵がある方を取った方がいいよねっていうことで、あの一番右のやつね、を取ります。実際でもそれが多分一番無難なんじゃないかなと思うんですよね。一回攻撃を受けた時に、この向こうが発動して、そこから5秒間向こうじゃない、だからその無敵時間が続きます。これはね、どれを1個捨てようかなって考えてて、さてさて、ぴょこたんぴょこたん、あ、でもごめんごめん、これは言っとくね、あの隠しボスとは戦いません。あのスルーしました。一回復活権があったら戦ってたかもしれへんけど、やっぱりね、初めてのレベル10の皇帝まで来てるんで、隠しボスと遊んでる場合じゃないなと思いましてね。さあどうでしょう。まあでも結局作戦は同じです。まず聖水のね、騎士団が溜まってたら、まあ騎士団はぶっ破しますよと。でスキルはもちろん溜まってたらもうバンバン使っていくんですけど、なんせ目の前にいないとさすがにね、グールのスキルは当たらないので、とにかくこの地上におる、もしくはこの普通に届く高さにおるときに、まあ、頑張る、まあ、それしかないですもんね。あ、これね、無敵の、これボス無敵です、この間ずっと。これで真ん中にビャーンって飛んでる間、横にのけといてっていうのを、割とうまいこといきましたよね今。あ、そうそう、いつが無敵になってんのって思うじゃないですか。一回発動すると、25秒やったかな、30秒やったかな、もう一回それが発動するようになる。あ、この黄色い丸で囲まれてる、これ無敵発動してます。はい、終わりました。
だからね、あれになってる時、だからあれになった瞬間のダメージ食らったのは無効化して、そこから5秒間無敵になってるってことなんですよね。で、その5秒が終わったら、次は25秒経たないとその、無敵効果は発動しませんっていうことなんですけど、正直ね、そのどの時にその無敵が発動してるんだっていうのを、これやってる時はちょっと分かんなかったんで、そこもちょっとね、なんていうかな、慎重にっていうか、ちょっとビビってた原因ですね。分かってれば、黄色く光ってる時はガンガンに行ったんですけど、そしてこれね、これでもね、もしかしたら、バグじゃないかもしれないです。なんかで見た時にね、たまたま他の人が YouTube に上げてるあのスカルの動画を見たんですけど、同じ人いました。これになってる人、ロボットの胴体が映ってない人、うん、だから、あ、少なくとも僕だけじゃなかった、僕一人だけじゃなかったんだなっていうのは分かったんですけど、うん、でもなんでその人もそうなってるのかはまあ分かんないですよね。まあ、だからバグとしても、なんていうかな、僕のとこだけそうなってるっていうわけではどうやらなさそうです。なんなんだろうな。でもやっぱデータがおかしなってんのか。だってこれがさ、仕様ですっていうのはやっぱりおかしいと思うのよね。うん、だってやっぱり変やもん。胴体見えへんのって。なんていうのね。もしかしたらね、プレステ5に一回、パッチ入ってるんですよ。バージョンアップっていうか、なんか何やったかな、侵略者やったっけ、何やったっけ、支配者か、支配者っていうジョブが、なんか、もともと PC 版とかには、特に導入されてたらしいんだけど、プレステ版にも導入しましたっていうパッチが当たってて、ひょっとしたら、その時から、プレステ5こうなったかもしれない。まあでも分かんないよね、結局。もう全部僕の推測です。とにかく何かがおかしいんだよねっていう。とか言ってるうちに、はい、手は潰しました。あとはね、この胴体のみ。ね、そろそろ無敵が復活してるはずなんですよ。してないね。なんでそろそろ復活してるはずやと思ったんやろ。ああ、復活って感じの発動。ね、でっかい隕石ドカーンを、無敵5秒の間でうまいことやり過ごしましたね。あれ、いつも僕なんかやられるからね。あれ、ほんまに避けれんのかな。あ、でも1回避けれたことあったか。まあ、もうこの後はね、もう、やるだけですよ。また無敵発動してますね。この時ね、ぴょこたんぴょこたん、なんか変に避けようとしてましたけど、避ける必要なかったんですよね。なぜなら無敵だから。はい。というわけで、残るは裸の王様状態の皇帝。はい。でも正直ね、もう、勝ったも同然ですよ。もうこいつはもう攻略できてるんですよ。こいつの攻撃ってほとんど前にしか飛ばさないんですよね。だから常にこいつの後ろ、背中側に回ってからスキルを打てば、はい。ね。前にしか、弾も、なんか、指からビームみたいなもん。ね。これも、なんか、ようわからん攻撃やけど、前にしか飛ばさないので、相手の背中側に回れば何の問題もなし。そしてこっちには無敵もついてんだぜっていうことでね。この攻撃だけね、なんか全方位みたいな感じなんですけど、まあまあまあ、どんどんとですよ。はい、というわけで、達成。レベル10クリア。やったぜ。まあ、なんだかんだで、闇の鏡をやり始めてから、あ、でも1ヶ月ぐらいかな。うん、
まあでもね、クリアしましたよ。さあ、でもね、あのこれ、この画面はちょっと僕びっくりしました。あ、こんな感じなんねやっていう。はい、ドン。こんなに金ピカじゃなかったよね。レベル10だけじゃない？この金ピカのんて。成功しました。あなたは最高のスケルトンです。そしてね、この後どうなるんだってことなんですけど、あ、ちょっとあの長いんでここ倍速でお送りしてます。結局何も変わってないのねっていう。そして表世界なので裏世界の方を見に行きますと。はい、来ました。これね、今イベント中です。レベル10をクリアするとこれが発生します。何ですかと。なんかまた増えたんですかと。ほんならね、何ですかこれはと。なんか自分の望む姿に姿を変えれるみたいな、服装だけなのかもしれないですけど、なんかそんなようなことを魔女さんが喋ってます。でようわからんけど魔女さん消えるんですよね。でどこ行ったのって思ってちょっと一応、ね、見渡してみたんですけど魔女さんいなくて、なんかほんまにわかんないです。で早速自分が使ってみるとドーンと、だから勇者の姿ですね。勇者の第一形態の姿。うん、まあだから結局あれですね、あの勇者になりたかったんだよねっていうことなんですよ。でこれは本当にあの見た目が変わってるだけです。能力的なものとかは全く変化ないです。でここの、初期選べるジョブとこのアイテムも変化なしです。まあとにかくですね、あの僕の場合は巷で噂されてる簡単だおすすめだというグールをねちょっと練習して、まあ、それに絞ってなんとかレベル10までクリアできました。ありがとうございました。